さんこんにちは。6人の子育て中の助産師である、寺本聖子と申します。よろしくお願いします。私は大津市で、訪問型の助産院をしています。皆さん助産院っていうとどういうイメージを持っておられるでしょうか。助産院でというとお産をするところというイメージが多いかもしれないんですけれども、私は訪問型の助産院といって、皆さんのお家に伺ってケアをさせていただいています。特にどういうことをしているかといいますと、病院退院してお家に帰ってこられた、ママと赤ちゃんのために、例えば、ママが上手に沐浴できないなっていう時とかお手伝いをさせてもらったり、あと、お家帰ってくると、おっぱいね、あげ始めることになるんですけれども、どれぐらいミルク足したらいいかわからないなとか、赤ちゃん体重しっかり増えてるんかなっていう心配してるママがとっても多いので、お家に伺っておっぱいの飲ませ方上手にできてるかなって見せてもらったり、赤ちゃん体重しっかり増えてるかなっていうのを見せてもらったりしています。で、それだけじゃなくて、その後、また離乳食とかも5ヶ月6ヶ月になると始まってくるので、その相談を受けたり、1歳近くになってくると、ママたちも職場復帰っていう時期に入ってくるので、その時特に、よく受ける相談が、断乳とか卒乳の相談です。で、その相談を受けて、ちょっと断乳ケアっていって おっぱいマッサージをしたりとか、の離乳食の進め方を見たりとか、そういう相談を受けてます。